今日は逆上がり公演を皆さんよろしくお願いします。おばあちゃん家泊まってたの？そうです、頻繁に泊まりに来てる。おばあちゃん家から向かいます。髪型はまだ決めてないんですよね。何にしようか。何がいいかな。もう髪型のね、案がないんです。何がいいですかね。あれが始まるってイグナちゃんが言ってたけど、何があるのか。あれが始まる？なんだろう。なんだろう、なんだろう。公園も行けることあんまないけん、ハイタッチがいっぱい取るね。ありがとう、嬉しい。ハイタッチで会おうね。夜公園行く。ありがとうございます。8月26以外、そう、ちょっと久しぶりです。頑張ります。いつも同じさ、レッスン着着ててやばい。いつも同じなんだけど、レッスン着もいっぱい持ってんのにね、同じのしか着ないから。なんか洗濯物が畳まれて帰ってくるじゃないですか、まあ、そっから取っちゃうんですよ。なんでいつも同じの着てる。そう、洗濯物から取っちゃうからさ、なかなか新しいの起きない。そうだから、ちょっといろんなレッスン着を、あ、行きます。そう、着慣れてるのずっと着ちゃうの。今日は公園から帰ってきたら、注文してたパーカーが届いていると思うので、楽しみにしておきたいと思います。おはようございます。 MV 見た、見ました。
あの配信終わってすぐ見ました。めっちゃ可愛かった。赤い衣装でしたね今回は。めっちゃすごかった。なんかもう今までの MV と違う感じでかっこよかったですね。なんか好きなのはくるみさんがドライフラワーを投げてるところとかめっちゃかっこよかったし、そう、でしかもなんか今回振り付けとかが二人の方のなんか共演みたいな感じだったんですけど、だったらしくて、そのうちの一人の心縁さんがあの博多の香りの振り付けを作ってくださった方なんですよそう、その方ですごーいってなりましたそう、多分お名前が一緒なんですよ心で。そう、その方が博多の香りの振り付けを作ってくださってる方で、 その方と CM 撮影の時にお会いして振りを教えてもらって、一緒に MV 撮影、いや、まじ MV 撮影じゃない、 CM 撮影したので、そう、博多の香りの雰囲気全くなさそう、知らないでしょ博多の香りは多分なんか独特な感じでみたいな、あの振りで多分振り付け考えてくださってるから、もし今回のシングルもね踊る時が来たら心縁さんの振り付けでできるのが楽しみですね。そう、香りの振り付けをね作ってくださって方と、ね、新曲しそうだよね、めっちゃ難しそうできるかな私は。多分公演でも絶対するんだけど、踊れるかどうか不安ですね。あ、今日お昼公演がラムネ？なんかね、お昼がラムネ公演で夜が出る公演でもねお話できないんですよ。すぐラムネ公演終わったらリハーサルがあって、そうリハーサル終わったらもうね7期生帰ってるからお話できないんだよね。行った頃にはもう公演やってるしバタバタしてるから、そう、お昼多いよね、そうめっちゃ入れ替わりみたいな感じだからね。お話できないですよ。
表題曲の警報の CM 曲も早く聞きたい。めっちゃめっちゃいいですよ警報の CM 曲。うん、めっちゃいい感じです。次のここで新曲やりますからの赤田の香りやばいじゃん結構。クルタンが本当にアイドル曲って言ってたそうです。結構アイドル曲でいい、すごい可愛いです。そういうことフェブラリーもう公演で聞けないんかな。どうなんだろう、私たちもまだわかんないけど、フェブラリーのところが今回の警報曲になるのかどうなんだろう。私でも結構さフェブラリー好きだからさ、もしかしたらもうすぐ見納めになっちゃうかもしれないので、ちゃんと皆さん見といてくださいね。フェブラリーめっちゃいい歌詞じゃないですか。ちょっと友達にもね教えたよ歌詞の意味。私結構友達にいい歌詞の曲めっちゃ教えてるめっちゃ大好きフェブラリー、みんな楽しんでて可愛いし、フェブラリー大好きね。フェブラリー可愛いよね。お芋スイーツたくさんだね。本当にお芋スイーツたくさんすぎてやばいんですけどなんかコンビニとか行ってもさお芋しかないしさ、もうどこ行ってもお芋なんだけど、スタバとかスタバのお芋飲みたいけどね、ちょっとまだ我慢してます。歌詞考察したの、歌詞考察するのめっちゃ好きで結構歌詞考察してます。まあ髪の毛が伸びた。一回ね毛先揃えたんだけど結構伸びました。壁写真前に切ったんですけど、今日の髪型決めてないです。まだどうしようかな。ザラザラで羨ましい。本当じゃもう伸びてるからね、傷んでる枝毛。パッツンする予定ありますか。なんか昔のさパッツン時代のさ写真見返してるとちょっとやりたくなるんだけど、ちょっと今はもうちょっと薄いのを楽しみたいなと。あとさこの薄くしてる毛が伸びてきてさこんな感じで、だからちょっともうちょっと薄いの楽しんでもいつかはパッツンに戻りそうな気がします今はまだ薄いのを楽しんでます。月見食べてないですね。
今はメンバーでデコだし流行ってる。え、どうなんだろう。でもまあみんな暑いからね、デコだしするよね。今日髪型何するの。何しようかな。最近何やってないかな。なんかもう髪型がバリエーションが、なくなってきちゃった。うん、お団子系とかね。うん、迷うな。三つ編みしたらめっちゃ長そう。そうだね。誰かとお揃いにする。お揃いにしようかな。結構さ、逆上がり公園の衣装ってこう首元がすっきりする衣装が多いじゃないですか。そうだから迷ってます。藤子に可愛いやつにしようって。藤子ね、誘ってもいいもんね、却下されちゃうから。マリアさんのね、生誕祭とかめっちゃ楽しみ。リクエストしてもらおう。七期生と仲良くなりましたか。でもめっちゃお話ししてくれます。なんかめっちゃ話しかけてくれる七期生。ありがたいです。リンゴヘア確かにやったことないかもね。今日下ろしてもいいかな。暑いかな。下ろすのもいいな。今日も全力チャージやります。やってください。でもこの間のサイドポニーも結構お気に入りなんですよ。ここ店でやったやつ。ロングのリンゴヘアって可愛いかな。誰かやってる？なんかさ、こんぐらいのさ、ボブくらいのさ子がやったら可愛いじゃないですか。ああ。リンゴといえばリチェキ。リンゴといえばリチェキですね。リンゴのモノマネをします。編み込みカチューシャとかやったことないね。編み込みカチューシャ、でも首元が開いてる時って上げても可愛いけど下ろしても可愛いのがいいよね。どっちも。コペ牛角行ったことある？牛角行ったことあります。でもめ
行かない、あ、留学はあんまり行かないかな。なんか今あれなんでしょう、なんか半額みたいな。新曲表題曲のタイトルを何と略しますか。僕はやっと君を心配できる。僕でき僕的ですかね、やっぱり電話鳴ってる。僕君、僕的でもな、君的みたいだよね。どうなんだろう、女性が平日半額らしいんですよね。なんかそれなんか流れてきましたね、何かで。でも牛角あんまり行かないなあんまり行かない。前回サイズの時、今日は多分後ろの方だって。了解です、了解しました。藤子後半ちゃん時間が行きたい、予定予約が満席。そうなんだ、やっぱね行くよね。半額って大きいよね結構。だって半額とかだったら2000円もしないで食べれるんじゃない。1500円くらい、それ以上するか。めっちゃ安くない。昨日はね、名前食べ放題行っても最後コッペが食べることになっちゃうよね。なんかね、みんな頼みすぎるんですよ、みんなみんな頼みすぎて結局最後やばくなって、みんなでもう追い込む。食べ物系学割ってあんまない。なんかどうなんだろうね、学割。コッペといって焼肉が一番美味しかったって、それずっと言ってるよ藤子。ここなんか私のお家が泊まりに来た時に、なんか私が毎回行く焼肉屋さんがあるんですよ。チェーン店じゃなくてもうそこしかないところがあるんですけど、そこに藤子を連れてったんですよ。そしたらそこの焼肉屋さんが一番美味しかったってずっと言ってくれてるでしょって。でもそこが一番美味しいんです、やっぱり焼肉屋さんは。焼肉は本当にそこが一番美味しいけど、みんなには教えませんみんなには教えません。本当に一回リンリンリンカとユイナとハンちゃんとユナユナで一緒に、もう結構前なんだけど焼肉行ったんですよ。もう本当にしんどすぎて、もうずっとこうお腹もう抱えて、もうこの中腰で歩いて、もう本当に胃が破裂するんじゃないかってぐらい食べて、本当にしんどかった。そう、行きつけの焼肉屋さんがあるんですよ。でも確かにメニューはちょっとね少ないかも、なんかそういう普通の焼肉屋さんより少ないかもしれない。教えてくれない、そりゃそうです教えません。リンリンリンがめっちゃ焼いてくれる野菜はなんだっけ、あれサンチュに、あのなんだっけ、くるむやつみたいな、巻くやつみたいなのは頼みます。
私の地元の人は大体知ってます。そりゃそうです。大体知ってる。焼肉最後デザート頼むの。デザートはでもいつも行ってるその焼肉屋さんはデザートがないので、あるけど頼まないです。いつも そんぐらいメニューが少ないんですよ。でもめっちゃ美味しいので、昔から行ってるんだけど、結構昔と中が改造されて変わったんですよ。中が綺麗になって、なんかだいたい焼肉行くときあそこが多いし、なんかのお祝いとかも焼肉行こうってなるから結構行ってます。そんな行ってない、最近行ってないけど月1行くか行かないかくらい。行かないときもあるけど、ファンの皆さんに食べさせてあげたいよね。食べさせてあげたい。ロースがめっちゃ美味しい。ロースとタン、ロースが一番めっちゃ美味しい。タレが美味しいんですよ。めっちゃタレが美味しいんですよ。でもなんかそういう祝い系とかみんな学校の子とか意外といそうで怖いです。ニコニコユイナは結構食べる。ニコニコユイナも食べます。結構多分最近はあんまりご飯とか行ってないからわかんないけど、公園もね、逆上がり一緒のポジだし目撃者だから出れないしね。でもいつも唐揚げ弁当食べてる。唐揚げあるよってユイナに教えてあげた。マジ？唐揚げ好きなんです、ゆいなちゃん。じゃあちょっとそろそろ終わりたいなと思います。50分経ったので、じゃあランキング読みます。13位、イルファンさんありがとうございます。12位、博多なるなるさんありがとうございます。11位、近くさんありがとうございます。ジムハマロさんありがとうございます。9位、ホタテさんありがとうございます。8位、あおいちゃんありがとうございます。7位、タイお魚さんありがとうございます。6位、かおりっぺさんありがとうございます。5位、ひでさんありがとうございます。4位、のりっぺさんありがとうございます。3位、まいなくんありがとうございます。2位、アフロさんありがとうございます。1位、やすさんでした。ありがとうございました。では逆上がり公園行ってきます。またねー。バイバーイ。